自分の吹いてる姿がみっともなく感じるというお悩みについてお答えしたいと思います。まずその吹いてる自分の演奏してる姿をかっこいいとかかっこ悪いとか、その単純にそのビジュアルで評価するっていうのは素人です。そう、あなたはせっかくもうオーボエなりなんか他の楽器なりをやってるわけですから、そういうところじゃなくてもっともっとこう深い音楽を表現するってことにもっと集中するべきです。なので見た目のかっこよさにとらわれるっていうのは楽器を始めた以上卒業しましょう、その感覚は。でも気持ちはわかります。オーボエってやっぱり吹いてるね顔とかがそのすごいこう一生懸命感が出ちゃう楽器じゃないですか。だからそれってやっぱなんとなくこうね、自分でこうなんかこうスマートじゃないなって僕も思ったりするわけですよね。自分で自分の姿を見返してね。そうなんだけど、本当に重要なのは、本当にかっこいいのは楽器が吹けていることですよね。楽器が上手だったらもう何だろうがかっこいいんですよ。で楽器が吹けてることに集中するべきなんだけど、じゃあどうだったらいいのか、どうだったら吹けてるってことになるのかって話になるんですけど、まずは楽器をちゃんと音程が取れて吹けている、そして、指が回っている、そして曲なりソロなりが始めから終わりまで、バテずに吹けている、これやっぱり楽器を、ね、せっかくやる以上あなたはそこを実現することをまず集中しなきゃいけない。で最終的にはあなたがそういうことができるようになったら、あなたの演奏している姿、顔がねどうだろうとか構え方がどうだろうとかじゃなくて、あなたから出る音の魅力で人はあなたのことをかっこいいとか綺麗だって思うわけですよ。だそういうところをやっぱり目指す、そういう美的感覚っていうのを養うっていうのがやっぱり音楽楽器をやってるっていうことのから学べることの一つなんじゃないかなって僕は思います。その上でビジュアル、その姿勢とかもね、やっぱりね、その変だったらそりゃ変だなって思う気持ちっていうのは確かにあるわけです。例えばなんかこう変だったらね、これでこうやって吹いてたらさ、そりゃ変だって思いますよ。だけどそれで老けてるんだったらいいわけですよね。でそれで老けてないんだったら、その見た目をかっこよくするとかじゃなくて、老けるようになるために何かを変えていくっていうアプローチは必要かもしれないですよね。そうで、まあでも上手になっていけばなっていくほど、というか上手になってきてどういうことかっていうと、いろんな一つ一つのエレメンツがもう脳みそが慣れてきて、そのいちいち苦労しなく一生懸命にならなくてもできるようになっていくから、だんだん総合的にその容姿とか動きがスマートになっていくんですよね。でそうなっていくことを目指せばいいわけです。例えばもちろんなんだろう、演奏している姿に気品があるとか、そのオーラがあるとかね、そのもう見ただけで上手な人だって分かるようなオーラを放っているとか、あるいはその立っている姿がそのきちんとこうね、重心がその整っていたりすると、やっぱりこう迫力が出るっていうか説得力が出るわけですよね、見た目にも。そうなったらやっぱり見た目がいいということが、やっぱりそのあなたの演奏を聴く時のその何だろう、こうちょっと下駄を履かせてもらえるっていうんですか、ビジュアルの良さが、っていうことは確かにあります。だけどそれもやっぱり楽器が上手くなっていく過程で、いろんな人生経験とかいろんな、ね、コンサートを経験して自分が上手くなっていく過程で自然と身についていく見た目のかっこよさなわけですよ。だから見た目を気にするっていうのは、もうやめましょう。それは素人にお任せしましょうね。そう、あなたはせっかく楽器をやってるんだから、その音楽で勝負しましょう、はい、ということですね。